かにも王様が住んでそうなお城ですね。敵の攻撃に気をつけましょう、トゥビ。わかった、ナイエンズ。え、今なんて言いました？わかった、ナイエンズ。え、違いますよね。もっとこう、ナインズ的な発音でしたよね。黙って敵を倒す。もう！機械生命体の部品。これは。
が王様。トゥビー、あれアンドロイドだよ。しかもあれはヨルハタイプじゃないか。ヨルハ特殊指定機体を確認、破壊を推奨。破壊？どうして？ナインエス、行くよ。トゥービー。バンカーより、トゥービー、ナインエスへ。指名手配中である A2 のブラックボックス信号をこちらで探。どうして、どうして裏切ったんですか？裏切ったの司令部だろう。トゥービー、追いかけましょう。逃げたか。バンカー、こちらナインエス、司令官につないでください。バンカー了解、司令官に接続します。司令官、ターゲット A2 の破壊は失敗しました。そうか、しかし2人が無事でよかった。あれは非常に危険な個体だ。迂闊に近寄らない方がいい。司令官、脱走って一体何が？その情報は機密事項になっている。教えられない。そうですか。トゥービー、何？パスカルのところに A2 の情報を聞きに行こう。何か知ってるかもしれない。わかった。パスカル、こちら 9S。 おお、ご無事でしたか。うん、それより君に聞きたいことがあるんだ。聞きたいこと？何でしょう？通信はダメだ、直接聞きに行く。わかりました。敵の侵入を防いでいたゲートを開けておきます。そちらから村に入れるように手配しますね。話すよりも実際の記録を見てもらった方が。なるほど。この A2 というアンドロイドですが、私たちの過去記録にもあります。危険なアンドロイドとして認識していますが、この村に直接来ることはありますよね。すみません、私の知っている情報はこのくらいです。そう、ありがとう。各地を警戒しつつ、一度レジスタンスキャンプに戻ろう。自我データのチェックと補給が必要だから。
9S。 なぜ A2 の情報をパスカルに聞いたの？え？司令部に許可なく機械生命体にアクセスするのは推奨されない。うん、ごめんなさい。でもそういう好奇心旺盛なところは嫌いじゃないよ。おお、ありがとう、トゥビー。私たちの敵は機械生命体だから、それを忘れないで。ああ、トゥビーか。ちょうどいいところに来た。実は我々アンドロイド軍が太平洋に展開している空母がある近々補給に戻ってくる。我々レジスタンスも補給作戦をアシストする。君たちにもその護衛をお願いしたい。護衛？ああ、海岸沿いにある補給用のミサイルが準備されているんだが、機械生命体たちも最近活動を活発化させているから、警戒はしておいた方がいいと思ってね。もちろんヨルハ部隊からの指令があればそちらを優先してもらって構わない。頼んだぞ。